皆さんこんばんは、翔です。ということで、本日は、新キャラ、わたつみが追加されたということで、劇中震災の方、聞いていきたいなと思います。はい。計、石にしては150連分です。まあ今450って出てるんですけど、まあもちろんサブアカも引きます。はい。で、まず、なんで、3アカ合わせて150連ですね。無課金石、ね、その、残りの2つのアカウントは150個石ずつあるんで、60連と、ここ の, あのメインアカウント合わせて90連、150連ですね。ケアっていこうかなと思います。まあ4アカ僕持ってるんですけど、1個ちょっと Google なんでね、ちょっと撮影環境がないんで、iOS の、端末だけちょっと撮影させていただいてるんですけど、ね、画面越しで撮るのもねって感じなんで、まあちょっとね、まあご託は置いといて、引いていこうと思います。まず、このサブ3からですね、このヤバいアカウントから。どこが出てるか、ちょっとこのアカウントちょっとわからないんですけれども、ちょっと僕の直ではちょっと聞こえてないんで、ちょっとわかんないですけど、お待ちで引いていこうかなと。あ、星玉も溜まる。これはワンチャンあるぞ、このアカウント。いきます。まあ、渡辺神化がね、めちゃくちゃ強い。でしたよね、SS が本当使ってみた、公式に使ってみた動画見たら、ね、ちょっと欲しいなって、まあ、今後ね、新しい非豪絶が来た時に、まあ、もしかしたらハマるかもしれないんでね、行きたいなと思う。まあ、限定ストライクとやれますが、限定キャラが弱いわけがないんで、本当、基本的にはね、行きましょう。行きます。まあ、特に劇中、超獣キャラは、基本的に使い道がどっかにしらにあるからね、行きましょう。頼むよ、ワトツミ、欲しいからね、一体は。行きます。はい。使ってみた動画とか撮ってみてよ。そんなね、別に僕そんな上手いわけでもないし、知識もすごいあるわけじゃないですけど、もうなただ単に使いたい。本当に。もう本当それだけ。で、このアカウントはだいぶ、作ったのが、周年の時だったんで、5周年の時。お、止まった。はい、ナイチンゲールですね。今日ピックアップで 0.6% 同じですね。まあ、こっちの方は初めてです。はい。ナイチンゲール。お、止まった。また止まった。これはいいんじゃないですか。はい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 。星5でしたったけど、お前はもうなぁ。お、また止まった。え、これ美味しくない ?3 体。あ、違ったわ。持ってなかったんかいな。星4だけど。ちょっと待って、マジで、エクリプスだ。エクリプスは、僕メインで初めて当てた星5だったんですよね。もう始めたばっかで、アーサーとか、何体、全然、まあ、ハーレックス、リセマラ、ハーレックスみんなリセマラをしてた時代ですよ、ほんと。僕は、エクリプスで始めたんですけど、初めてだったんで、もう、めんどくせえやって感じで。で、星玉が溜まりますね、ここで。ここで、俺は当てる。うん。頼む。限定は当たったけど、一回。一回当たったけど、頼む。欲しい。マジで欲しい。おいおい限定だけど、限定だけど、違うじゃん。違うじゃん。いや、だって、いや、重心かまってるけどさ、いや、同じなんすよ。確か、提供割合ね、同じ 0.6% なんすよね、小町、わたつみ、ほんと。で、別に小町、このアカウント持ってるんすけど、2体目当たっても正直 OK です、ほんと。まあ、なんやかんや小町ってさ、近畿使ったり、まあ、あとビーラですよね、使ったりとか、神川進化両方使えるってところで、ね、複数体持っててもいいかなと思うんですけど、いきます。だからね、別に小町当たってくれてもいいけど、まあ、こっちのカウントに関しては持ってない、劇中持ってないキャラが、ミロクだけか。うん。あ、いや、ワルプルも持ってないか。このカウントミロクとワルプル以外は全部持ってるんで、劇中のキャラは。だから、まあ、何当たってくる、いや、正直、いや、待って、頼むよ。はい、爆死。あ、ボックスはいっぱい?マジ?ちょっと待ってください、行ってきます。ちょっとだけ売ってきたんで、まあ、これで引きます。ちょっと最近そういえば整理を全然してなかったね、こっちのアカウント。全然合成とかしてなかったんで、ガチャのね、星音も全然してなかったから。まあ、行きましょう、頼む。わたつみ。ナイチンゲール2体だけど、わたつみがここで欲しい。30連目。頼む。いや、ソロモン2体目も欲しかったんですけど、まあ、新キャラ来たらこっち引きますよね。まあ、しょうがない、そこは、ほんともう。うん。頼むよ、わたつみ。止まって。お、止まった。お、いいんじゃないですかね。俺の喜び返して。マジで。お、小町2体目熱い。オッケー、いいっすね。小町当たった。ナイチン小町当たってくれてるのはでかい。で、なんだっけ?なんだっけ、こいつ。出てこない名前が。お、最後1個。最後の1体止まった。はい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 。アルテミス。確か。アルテミスだよね。お、星5、3体は美味しい。アルキメデスだ。
アルキメデス、ウル、あ、間違えた、ウルズだ、間違えました。見た目似てるよね、でもウルズとアルテミス似てるよね。で、コマチと、コマチ2体目美味しいな、マジで普通に美味しいんだけど進化神化両方、この1アカウントだけで進化神化両方持ってるからな。ってことで、ちょっとこのアカウントはあれですね、まあ、限定3体ですね。30連3体は普通に美味しいんで、まあ、このアカウントはまあ正直大勝利ということで、次の第株価にサブ2いきます。ちょっといきましょう。30連こっちはちょっと星玉がたまんないんですけど、いきたいなと思います。いきましょう。まあね、ちょっと遊戯王コラボとかいろいろあったしね、まあ、何回鳥獣も引いちゃったし、ソロモン2体目がねやっぱ欲しいんで、どうしても鳥獣はどうしてもなんか石があったら引いちゃうことが多いですよね、ほんと。え、持ってなかったの？待って待って、星4で止まるのやめようや。で、割とこのアカウント9月に作ったんで、もう半年。おお、小町いや、このアカウント小町熱いんだけど、なんだろうな。つい先日僕証をね、オツーに使っちゃったんですよ。こっちのアカウントはビーラをオツー用に作って証つけて特エルの証明までつけたんだけどな。まあいいや。おい、もうよ、はい、ちょっとすいません、合成していきます。はい、すいません、なんかつくよみがね大量にいて、なんでだろうと思ったんですけど、多分素材集めてたんだろうな、神かのこっち読みをね、そういえば作ろうとしてたってだったから。じゃあいきましょう。小町美味しい、小町美味しかった、マジで。限定10連で出てるのはでかい、本当にいます。でも欲しいのは今回はね、わたつみなので、いけ、わたつみが欲しい、本当にわたつみが欲しいね、ほんと。いや、11の極王を、まあ、楽にやりたい、ほんと。現代持ってるっちゃ持ってるんですけど、止まったっすね。さすが劇中震災、ほんと。いやー、クロノスはいらないんだよなー。まあ、こいつも重心化候補と言われてるけど、まあ、使わないだろうね、ほんと。どう進化、重心化したら。ゲイボルゲ。使わねえ、マジで使わない2体来たな、ほんとマジで。まあ星5だから素直にいいとは思いますけれども、ラスト10連ですね、いきます。頼む、頼むよ、ほんと頼む、マジでお願いします、マジでお願いします。あ、危ねえ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 、止まった止まった。アレクサンドライト、あー、まあ悪くはないかな。一応そうですね、玉露も使えるし、33回も使えるからいっか。そうね、33回僕こっちの簡単フカヒレ工程とか使ってたから、まあありっちゃありっすね。まあはい、ということで、こっちのアカウントの結果を見ていきましょうか。楽、取得順か、あって。で、あ、星5にすればいいかな。星5。で、こんな感じですね。はい。静香ちゃんまとめろって話ですね。本当に。小町、クロノス、ゲイボール、アキリサンドは悪くないですね。30連で4体は悪くないですね。はい、ってことで、ちょっと、メインの方行きたいなと思います。さあ、やってまいりました。メインアカウント。いや、こっちですよ。わたつみ出してないんですよ。今、にやかで。もう出したい、本当に、マジで。いや、だから、水属性で僕ね、最初の月でね、水属性の限定当てたことないんですよ。モーセも、もうだいぶ後、半年後、実装されて半年後にやっとゲットしたぐらいで、本当に。マジで出てこない、本当に。はい。ナイチンとコマチは2体ずつ持ってるんで、まあ正直まあ3体目出てくれてもまあありっちゃありっすかね。ナイチンゲールも重心化待ちですけど、でもどっちかっていうと弁財天の日引きたかったけど、まあいいです。うん。先に渡積みが出たら終わりにします。こっちはね、こっちはまた。はい。残りは弁財天の日に引こうかなと思います。1体しか持ってないんで、弁財天。さすがにちょっと2体目3体目欲しいですね、弁財天。神化、進化の方。が、まあ、最近ちょっとハマる場所が多くなってきてる分ね、ほんと。神化だけしか持ってないんで、いきます。はい。頼むよ。
いや頼む、いきます。さあ、あの、そっか、さっき逆回転1回してんのか。逆回転入ってたのちょっと見落としてたね。こっちが正規回転だもんね。頼むよ、オシリス。まあまあ落下ですね、オシリスは。はい、オシリスは落下です。はい。やべえ、ワタツミマジで当たってね。頼むよ、いや、ワタツミ頼むよ、いきます。ぴったし400個だな。貯めてきたんだから、ほんと。覇者の塔をクリアしたりとかして、ほんと。頼むよ。まあ、紋章力多い。ただな、ラック5しか上がんないかな、紋章力って思った。ホトリー。合ってるよね。あ、もう持ってるんでね。まあ、被るよな。言うてそんなに持ってるわけじゃないんですよね。あの、ガチャゲームも、こっちのアカウントは。長くやってるとはいえね。長くやってるとはいえ、そんなに持ってるわけじゃないんで、まあ、ここで被るのも、なかなか珍しい方なんじゃないかな。劇中は確かにあんまりいい思い出がそこまでないですね。小町も結局130連ぐらいしてるんで、僕。初月でね。あの、最初の月で。頼むよ。頼む。お願いします。なんだろう、出るかな。止まってー、マジかよマジかー、マジかー。これは割と辛いガチャになりそう、本当に。30連でホトリとオシリスだっけっすね。いきます。ちょっと鳥獣がこの前良すぎたってのもありますけどね。ほんと、モース2体目当たったりとかしてるから。頼むー、いやー頼む、マジで。ワタツミ欲しい。カミカ使いたい、マジで。カミカをマジで使いたいんでお願いします、ほんと。待って、やばい。劇中感が全くないよ。20円爆死。やばいなー。ついに運の月が来たか。いや、月末のあの、確定10連ガチャの引きに全部持ってかれた気がする。うん、10連で限定4体とかバカみたいな引きしちゃってる。あの時に全部運吸われた気がするな。ちょっと今日引ける気が若干してこなくなってしまった。ほんと、次星玉なんで、次の次か、これ引いてその次が星玉なんで引いていきたいなと思います。じゃあいきます。これが50連目かな。40連目、50連目かな。うん、50連目であってね。いきます。ワタツミ、名前を叫べば出るってじっちゃんが教えてくれた。頼むぞ。確定演出もないっすね。てか今んとこ確定演出は逆回転だけか。まあ、目パチパチはちょっと確認してないんで、ちょっとわかんないっすけど。やっと止まってくれた。持ってないキャラ。あ、いい、オッケー。いや、持ってなかったんだよな。いや、近畿8、これで割と楽になるぞ、俺。はい。ラザニーはあり、めちゃくちゃあり、本当に。うん、いや、ラザニーはありっすね。あ、そっか、こっちは選抜入れちゃダメだ、ね、むしろ鍵外しとこう。もう楽になるんでね。でこれで星玉たまるんで、まあ5体以上出なければ星5が、まあ、出ると思わないんで。はい、いきます。ワタツミ、星玉でワタツミ出てほしいな。いきます。飲むよ。ラザニー、今のところ収穫がラザニーしかねえぞ。ほんと60連で。頼むよ。割と痛手なガチャになってきた、今日は。今日はね。こういう時もたまにはあるよね。ほんとね。頼む。いやー、待って、マジでー、これはやばいってー。いや、これはまずいっすよ。30連ぐらい爆死続いてますね、ほんと。マジで。さっき一回挟んでるけど、ラザニーとか。で、これで星玉が溜まります。はい。いや、ここで頼む。マジで来てくれ。ほんとに。確定も出ないしな。頼むよ。いや、頼む。いや、ほんとに出てきてほしい。マジで。ワタツミは。さあ、誰？あー、チャネコ14回が楽になりますね。もう持ってなかったんで OK です。はい、
華奢猫はまあありっちゃありだけど今じゃない。ほんと、はい、行きましょう。残り30連、はい、70連目ですね。頼む、せめて持ってないキャラだったりが欲しい。最かぶりばっか、本当にちょっとガチャが辛くなるガチャが辛くなるよ、頼む。いやマジでとやべえな、マジで。俺だけさ新キャラさ入ってないんじゃない、がこのガチャにね。でも明らかオシリスとかさその辺からそうだけど、もう古いキャラしか当たんないよねマジで。ほんと、あ、早くこの2体重心化してあげて。ほんとこの2体もだいぶ古いんだからマジで。いやマジでな、ほんとちょっとつらいなこれは。いきます、ローレライもね早く重心化してほしいっすね。ほんといつまで待たされるんだろうねローレライは。ウォッカとローレライはマジで重心化来ないっすよね、ほんと。よし止まった、あごめん、あーパーシーか。まあ悪くないけど多分使わねえんだよな、多分使わない多分使わないっすね。はい、ということで、いやこれ渡つみ当たんないね、マジで当たんないね渡つみ。いきます、ラスト10連、渡つみいきます、ラスト10連、確定がない、一度もない、マジで。いやー久々に確定なかったなマジで。頼む、お止まってくれた。あー紫式部あり、いやー紫式部ありだよ。エルドラドこれで周回できるようになるから、持ってなかったからね。いやまあ悪くないけど今じゃねえな。はい、ということで、まあ渡墨はね当たりませんでした、はい、まあじゃあ今後ちょっと激重になんのかな、僕が集中的に引こうと思うのは。どっちしろまあソロモン2体目が欲しいから鳥獣引いてもよかったなって思うんですけど、本当にね。あとマナのラックが割とガッツリ上がってきたんで、ちょっとマナ運極を目指す、まあ長い構成にはなるんですけど、当たりなので鳥獣今後引こうかなと思ってたんですけど、やっぱ弁財天2体目以降と、ワタツミが持ってないってなってくると、あとダッキも持ってないですよね、なんやかんや僕。こっちのアカウント、メインはね、持ってないんで、そうっすね、ワルプル2体目も別にありだと思うし、ほんとちょっと激重ですかね今後は。もうメインはほんとちょっと来月は、まあ来月課金するかどうかは別として、まあちょっと鳥獣を、見送って、今月は鳥獣見送って、僕はこっちではメインは激重、来月ねまた渡つみ狙っていこうかなと思います。はい、以上が今回のワタツミを狙ってみたという動画でございました。皆さん当たったよって方はね、ぜひコメント欄に書いていただいて、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。